ナイルオートカゲは、ユーロコモクオートカゲかオートカゲ族に属するトカゲ。別名ナイルモニター。北部やサハラ砂漠を除くアフリカ大陸。ナイルガー周辺にも生息するが、アフリカ大陸広域に分布する。アメリカ合衆国に移入。全長150センチメートル。最大全長243センチメートルと、アフリカ大陸に分布するオートカゲでは、最大種。 体色は黒や暗灰色で、明色半が横帯状に並ぶ。尾は、川平たし、泳ぐのに適している。尾行は、分担と目の中間にあり、マリー、妖体は、緑黒色で、黄色い斑点が帯状に並ぶ。成長に伴い斑点は、不明瞭になる。歯が、側辺しとがった形状をしているが、成長に伴い歯が、球状になる。これに伴い外類や、 甲殻類などの固い獲物でも噛み砕くことができるようになる。西部個体群を、ニシナイロオトカゲ v n アーノタスとして分割する。説もある火星や故障、池の周辺などに生息し水辺を好むが、市街地に侵入することもある。水辺の木の絵によく登り、泳ぎや潜水も行う。外敵に襲われると早爪を使ったりを打ち付けて、応戦する。昆虫、単ー類、甲殻類。 貝類、魚類、カエル、爬虫類、鳥類、小型哺乳類、動物の死骸などを食べる。ナイルワニの卵や、幼体も捕食する。繁殖様式は乱生。うきに、白アリのアリ塚の中に1回1 0から60個の卵を産む。卵は4から10ヶ月で孵化する。アフリカ南部の例では1の2月に産卵し、10から12月に孵化する。アフリカ南部では5の8月。 飼育下では摂氏30度で約4ヶ月で孵化した例がある。飼育下では15年以上の生存例もある。アフリカ南部では死亡は薬用や雷除けになると信じられている。課金を食害する害獣とみなされることもある。アメリカ合衆国のフロリダ州ではペットとして飼育されていたものが遺棄されたか脱走したものが定着したとされる。例として ケープコーラルでは2003から2005年には146匹の目撃例や罠による捕獲例が報告された。穴掘りフクロウ褐色ペリカン、穴掘りゴファーガメ、キスイガメ、ウミガメ類、アメリカワニなどの卵や幼体も含めた在来種への影響、カキンや猫、小型犬に対する脅威が懸念されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 幼体から飼育すればなれる個体がいるとされるが、性質は荒い、ありがとうございます。